ザウバー C24 は、ザウバーが2005年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラ1カーで、ウィリーランプが設計した。2005年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。2005年シーズンオフには2006年から、新たに使用する、BMW エンジンを乗せた、テストカーとしても使用された。ザウバーは、フェラーリ製、カスタマーエンジンを、 ペトロナスのバッジネームで使用してきた関係上、フェラーリとの結びつきが強く、前年の C23 ではコピーマシンと揶揄されるほどだったが、C24 ではその路線に変化が見られた。その一つがタイヤメーカーの変更であり、フェラーリと同じブリジストンからライバル陣営のミシュランにスイッチした。C24 は2004年に新たに建造した風洞実験装置を フル活用して製作された。サイドポンツーンのアンダーカットは大きくなるなど、C23 とは違ったザウバードくじ色が色濃く出ている。C23 はフェラーリ製のギアボックスを搭載したが、C24 には完全に新設計のザウバー自製のギアボックスが搭載された。ただし、フロント周りは C23 の フロントウィングを改造して用いるなど、あまり変化は見られなかった。シェイクダウン直後から二段式のフロントウィングを、用いるも、結局実戦投入されなかった。C24 の発表会は、ペトロナスとのスポンサー10周年を記念して、マレーシアのクアラルンプールで盛大に行われる、予定だった。しかし、直前に発生した、スマトラ島沖地震のため、 東南アジアなどが甚大な被害を受けたことを受けて中止されてしまった。チームは発表会を行わず簡単なフォトセッションのみも受けてバレンシアテストに突入した。ドライバーは前年末にルノーをドライブしたジャックビルヌーブが加入しフェリペ・マッサとコンビを組んだ。シーズン開幕前に風洞施設の欠陥が発覚。 いきなりマシン全体のエアロダイナミクスを修正する、羽目になった。第一戦オーストラリア GP の予選は、天候が安定せず混乱。この中、ビルヌーブが予選4位を獲得。これが2005年の予選最高位となった。その後、第4戦サンマリの GP に、新型フロントウィングを投入。しかし、実戦では一度しか使われず、その後は、 当初のものとフェラーリ F2005 風のウィングを併用していった。また、第7戦ヨーロッパ GP から新型エンジンカウルを投入。よりコンパクトなサイドポンツーンとなった。シーズン中盤の第9戦アメリカ GP 後の6月22日に BMW はザウバーの買収を発表。このことを境にチームは C24 の開発よりも来年のマシンである F1.06 に開発にシフトしてしまった。しかし、両ドライバーの力強い走りで7回の入賞のうち4回を後半戦でもぎ取った。2005年のカナダ GP でジャックビルヌーブがドライブする C242005 年ベルギー g p の C24 マッサ車。ありがとうございます。